アストム心さんのインタビューです。本日のテーマは、人間必ずいずれは死ぬっていうことなんですけども、その死に対しての恐怖っていうものが、まあ、ほとんどの方がお持ちだと思うんですけども、まあ、この点について一つお考えを、というか、上からの、天からの情報をお願いします。死に関して、恐怖や恐れを抱いているのは、何千回、何万回と転生を繰り返されてきた魂の心の傷なんだよ。うん。で、自分がどうやって死んで、どうやって、死んだのか。うん、っていうのを魂が覚えてるから、その死の恐怖、見えない恐怖っていうのがあるんだよね。死に対して。うん、死は本来は、まあ生もそうなんだけど、いつ生まれ、いつ死ぬかっていうのを、天から降りてくる前の時点で自分自身の魂が選んできてる。うん、で、その通りに生まれて、そして死ぬ。うん、だから、その生、死に対して意味はあり、意味はない。そこに。うん、なぜか、そこに至るまでに味わうためのプログラムだから。だから、どうやって死のうか。どういう風な死に方であろうか関係ない。うん。うん。死を恐れるっていうのは死んだ経験があるからこそ恐怖がある。そして目には見えないものだからこそ恐怖がある。いつ死ぬかわからないっていう目に見えない恐怖がある。から恐怖を感じる。うん。ね、どうやって、だって予測もつかないからね。考えてもわからないことだから。うん。でも魂ではわかってるから。うん。それがどういう死に方であれ、自分自身の魂が選んできているからこそ、生まれ、死にゆく。で、死んで生まれる。うん、自然の摂理、うん、だからこうやって生きて、そしてこの生き方の流れ、どうやって生きていくのかっていう流れ、これがカルマを積み上げてカルマを生産していくか、うん、今どう感じ、どう生きていく、そしてどうやって死んでいく。うん。それが体に、生き様が体に刻まれていく。うん。それが生きるし者の定め、死にゆく者の定め。うん。だから死に対してっていうのは、なんだろう。恐怖や恐れ、は、ある人の方が圧倒的に多いと思う。でも、そして天国、地獄があると思われたりとか、悪いことをしたから地獄に落ちるとか、自殺をしたから地獄に落ちるとか、言われているけど、関係ない。うん。死にました。そしてまた生まれ変わります。悪いことしてきた人。そして自殺をしてきた人。これは来世に持ち越されます。そして来世でそのカルマっていうものを生産する。うん。だから今世で生産できなくとも。そして自分の罪、うん、悪いことしたことかね、
そういったことをしてきた人、こっちで裁かれなくても、今世で裁かれなくても、来世、再来世、必ず清算する日がやってきます。それは、すべて、生涯の愛シリーズ、自我というものを味わうためのプログラムだから。自分自身ですべて刈り取る。自分で蒔いた種、すべて刈り取るプログラム。そのために生と死という区切りをつける。それだけ。ありがとうございました。